ダブドリリーグ2022ドラフト会議、よいしょ、というわけで先日ローンチされました日本版のファンタジーゲームですね、B リーグライブ2021をダブドリ関係者と愉快なゲストでやっていこうという企画になっております。本日はそのドラフト会議、早速ですが名前を呼ばれた方、自己紹介とやる気のほどを一言お願いします。まずはダブドリ創刊メンバーでライター翻訳家などマルチに活躍してます、大西レオ。はい、大西レオです。説明文はライナーになってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。警察君も見てます。お何て言ったか聞こえない。いやこういうのいるかなと思いました。名作くんも見てますみたいな。いるかなみたいな。ありがとうございます。続いて、この YouTube チャンネルバスケットボールダイナーにて B リーグダイナー配信してくれてる3人ですね。まずは、ズボンのバスケで毎日最新情報を追ってます。ズボンさん。ズボンです。よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。いやいちいち聞き取れない。あ、すみません。いや、本名言った。続いて、ご本人、B リーグアナリティクス .net を運営されていて、日本一、スタッツに詳しい素人を自称してます、慎太郎さん。よろしくお願いします、慎太郎です。ガヤがない、本人がいない。マスク外せ。それはただの悪口や。このゲームはトレードっていう機能があるらしいので、トレードと称して太田選手にめちゃくちゃ絡んでいきたいと思ってます。よろしくお願いします。ああ、いいですね。いいですね。花見ましょう。せっかくですから。最後に、バスケ大好き女優さんです。なぎささん。なぎさです。よろしくお願いします。バスケットボールの神様、今日はどうかよろしくお願いします。よいしょ。みんなでファジーカス狙いましょう。ファジーカス取らせない。この形だったのか。そして、素敵なゲストの方々ご紹介する。まずはね、私とポッドキャスト、トラッシュトーキングセブリーで毎週共演してくださってる、トライフープ岡山ヘッドコーチ、ケンジヒルキ。はい。はい、はい、こんばんは、ヒルキケンジです。最近ちょっと配信であったり、ポッドキャストを、ダブドリ絡みの人とさせていただくことが非常に多いんですけれども、もっともっとこういう企画が盛り上がって、お金がたくさん入ってくるようになって、ヘッドコーチとゼネラルマネージャーをいつ辞めれるかと楽しみにしております。よろしくお願いします。トライプ経済回していきましょう。続いて能代工業拓殖大学トヨタ自動車と名門コースでマネージャーを経験されたという異色の経歴を持ちますタレント新岡潤さん、よろしくお願いします。そうですね、各段階で一応トップの景色は見てきたつもりでありますので、各選手のドラフト、皆さんの目の届いてないところ目届かしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 S ロックス見ました。入ってんな、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そして最後、なんとですよ、 B リーグから現役選手の登場です。サイエンネオフェニックスナンバー8、太田敦也選手。こんにちは、太田敦也です、とても緊張しております。優しくいじってください。よろしくお願いします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 。ちょっと名乗り遅れましたが、私ダブドリ編集長大柴です。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上の8名でこのリーグやっていくんですが、皆さんね、お気づき、ご視聴の方もお気づきだと思いますが、太田敦也選手がね、なんとちゃんとクラブハウスから配信してくださってるということで、太田さんをね、いつまでもここにね、投入させるわけにはいきませんので、ちょっとテンポよく行きたいんですが、一個だけうちのリーグのローカルルールをご説明させていただきますと、外国籍選手3名まで、そして帰化アジア1名までという、合計4人ということですね。までしか指名できませんので、はい、誤ってそれ以上の数を指名した場合、あれですね、一番最初に指名した優秀な外国籍をドラフト後に野に払ってもらいましょうか。よっ。いいですか、皆さん。めっちゃ厳しい。報告。それやばい。待ってますよ。はい、というわけで、ここから待ってますよ。ここからはですね、ドラフトの画面の方と、配信の画面
ですね、接続というプロ技をやっていただきます。大西亮君の方にバトンタッチしようと思います。亮さん、よろしくお願いします。はい。あ、その前に1個いいですか。すみません。スパチャいただいてます、ね。早くもスパチャいただいてますね。はい、すごい。小田ってるさん。ひるきさんの JP's 代にしてください。1220円。ありがとう。JP's 代って何ですか。あの、岡山のローカルフードでものすごい美味しい。小田さんは岡山の人です。はい。なるほど、ありがとうございます。ということで、すみません、失礼しました。りょうさん、お願いします。はい。と、紹介されつつも、僕も全くもって、ほぼ初めてなので、ちょっと手探りで申し訳ないんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まあ、ルール説明、この辺は大丈夫ですかね。選手は、1チーム、みんな12人指名して、はい、プロ野球方式ですね。なんか、他のスポーツで例えるのも変な話だけど、全員一斉に、ドラフトして被ったら抽選っていう感じですね。おお。はい。まあこの辺は、この辺のスタッツを、が対象になるのでバランスよく取りましょうねっていうね。まあバランスよく取るべきなのか、うん、偏ってもいいのかその辺は各々の戦略だと思いますけど。はい。はい。まあこの辺もあれですね。頑張れ的なメッセージですね。もうちゃっちゃかいきますかねじゃあね。これをしたらもう早速1巡目なのかな。そうですね。塾長 BB さん、ズボンさんの8連続記録更新を願い、スパチャということでありがとうございます。ただ、ズボンさん、8連続記録というのをちょっとご説明いただいて。僕、自分で作ったリーグで、競合が12回中8回あって、はいはい、全部 の, あの抽選を外したんです、僕、8連続。いいですね。今日もそれを続けてほしいな。すごい、すごい記録を更新したいと思います。はい。ありがとうございます、はい、塾長さん。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい。ということで、もう、いきますよ、うん。これ多分押したら1巡目なんで。はい。みんな、決まってますかね。おえな。決まってます。もちろんですよ。決まってます。もちろんですよ。もちろん決まってる。なんだっけな。NICK、どういうスペルだったっけな。そうですね。N、もしかして何年のの2年 FAK、FAK。NIKE とかじゃないですか。NIKE。Z か、Z だね。はい。はい。じゃあ、こちら、参加チーム、8チームでいきます。はい。はい。うわ、はい、うわ、うわ、どれドンOkay、これな指名するから指名するを押せばいいんですよね。そしてこれ僕の、はい、右下の指名するボタンから、指名する感じですね。今ねもうカウントダウン始まってるんですけど、僕の指名してるところがみんなに見えちゃうとずるいのでちょっと隠させていただきます。どうやってやんだ。うわ、無指名するこれか。あ、これかこれか。これってちなみに何順で選手今出てるんですか。これ予測ランク。おー、はいはい。あの、独自のランキング、ファンタジーランキングが出ていて、その順番です。あ、なるほど。はいはい。いやー、かぶるかなー、これ。ズボンさん、慎太郎さん、私。あ、もうみんな早い。あ、みんな決まった。うん。お、いや早いですね、みんな。1巡目はもうみんな決まってます。1巡目はもう、だいたいもうね、これしかないやろっていうところをね、皆さん言ってあると思いますんで。でも、かぶんない気する。いいですか、じゃあ。これ俺だけ新岡さん、渋そう。これもう、開いちゃいますよ。あ、もう行ってんのか。はい。いやー、ドキドキするな。結構、淡白に行きますね。行きます。はい、うん。選択希望選手。はい。ドン。頼むよ。どうなんのこれ。ニック・ケイ。おー。おー画面が大丈夫だね。ああ、ロング行かれた。行きました。ありがてえ。ありがてえ。やばい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 。俺しかないやろ。え、あ、いいんじゃない？あ、ばらけてる。あ、ミスった。おお、強豪した。強豪しました。おお、ナイス。シルキさんナイス。ガチジーム、ガチジームと。ということで、渚さんとヒルキさん競合したので。すいません、はい、でもさ、画面が見えないときって。あ、ドラフト中のままになってる。ごめんなさい。ドラフト中のままですね。こういうね、はい、ミスが起きるんですよ。申し訳ない。はい。すいません、画面今から出します。でも、ヒルキさんの場合、ちょっとやりにくいですよね。これ、あの、ドラフトって書いて、査定って読むじゃないですか。やりにくいところありますね。お見せしますよ、皆さん。すいませんね。わざわざ、スパチャで教えてくれてるポスト画面切り替わってないです。申し訳ないですね。不慣れな、ありがとうございます。不慣れなもの。あなたたち、画面見えましたかね。感謝しなさいよ、はい、本当に。ありがとうございます。わざわざスパチャで教えていただくとね。ありがとうございます。ありがとうございます。
レオさん見えま、じゃあ読み上げますね。僕が肉系。そして、はい、ズボンさんかな、これが、ショーン・ロン選手。はい。はい、そして、御殿場、慎太郎さんが、太田選手。当然です。ありがとうございます。もちろんです。逆に、他を選べないですね。ここは。逆に。渚さんが、ニック・ファジーカス。これが、ひるきさんと被りましたっていうね。被りました。そして、大芝編集長がマイケル・パーカー。太田選手はギャビン・エドワーズ。なんでかぶらへんねんっていうところですね。気になりますね。そして、ここ競合したかったんですけど。淳さんが LJ ピーク。いいですね。いや、LJ ピーク。来ましたね。はい。ということで、競合の結果ちょっとお願い。渚さんとひるきさんが、指名し直す感じになるんですか、ね、あ、違うか。競合違うのか。はい、9時なのか。9時です。9時です。ちょっと。じゃあ行きますね。はい、いや、マジ、はい、ひるきさん、お願い。ひるきさんってか。僕にお願いされても。肉かも、肉かも、肉かも。え、どっちどっち見えない。ひるきさんですね。ひるきさんですね。ひるきさん。さすが。さすが。やられた。いいですね。やばい。うまいことできてんな。じゃあ、渚さん。代わりの選手指名お願いします。はい、選んでください。いきます。はい、どうせ藤井優馬選手藤井優馬これ毎回次へ押せばいいんですよね。これあそうですね、まだ押さない方がいいですね。あ、これ今渚さんが選んでるからですね。はい、これです。そうですね、これで次へ押したら王となるんで結構いじめですね。やばい。難しいな、この役。太田さんに、マコアラマーシさんから太田さんへ、太田さんのギャビン・エドワーズがガチすぎる笑い。普通にちゃんと勝ちに来てくれてるという。ほんまですよ。いやもう、太田選手とくじ引きたかったんですから。慎太郎さん、慎太郎さん。なぎささん、オッケーですね。ごますり枠言われてます。じゃあ、これで次へを押していいんですよね。はい。いきます。大丈夫です。はい、怖すぎるな、これ、俺。待ってるね、ね、レオの失敗。一回出ますね。一回ニック系が出ます。これはレオさんです。一回画像が消えるっていう。はい、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 はい。予想通り。なるほど。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ進みます。はい。藤井優馬選手獲得。いやー、ショーン・ロング、やっぱ行かれたか。よかった、一巡目でやんないで。怖いな。これで次おっしゃって大丈夫ですね。はい。どうしよう、次。あれ、次へって出ない。はい、これで指名。じゃあもう、次です。指名してください、皆さん。はい。俺は隠さないといけない。めんどくさいな。かぶりそう。うわ。かぶせていきましょう、あえて。かぶせていきましょう、かぶせて。これはかぶんないでしょう。怖えな。ひらがなダメなんだ。そうなんですよね。ひらがなが検索対象にならないんで。何？これは大丈夫でしょ。俺、いや、俺かぶりそうな気するわ。怖え。かぶったら、かぶった後の調べとかないといけない。そうなんですよね。次誰にするか決めとかないと、ちょっと結構焦るテンパる。3番目ぐらいから結構テンパりますよね。うん。わかる気がする。ね、制限時間みたいなことはないんですよね。あります。まあ、今、残り時間2分30秒です。あ、本当だ。あれどうかしら。叩かれるの苦手。2分あれば大丈夫ですよ。2分あれば大丈夫です。残り2分です。大丈夫です。大丈夫、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですよって言われるのが結構焦りますね。心理戦。言われるからね。うわ。にょかさん、今日のお昼何食べました？やりたいです。怖い人いる。じゃあ、何年前のお願いします。あと2分ですが大丈夫ですよ。怖いよ。いやー、どうしよう。取られちゃったらどうしようかな。まあでも、まず当てればいいんでしょ。競合しても取ればいいんだもんね。そうなんです、そうなんです。取ればいいんですよ。でも無理でした。年次でも無理でした。一発目から。その考え方は危険ですよ。改善としといた方がいいんで。肩に力入ってると、運が降りてこない。そっか。8連続で外すこともありますんで。はい、それ怖いな。お、なんか、あ、携帯フリーズした。入った。危ない。はい、行きました。はい。大丈夫ですか？OK ですかね。
全員 OK ですか？じゃあまた画面を切り替えて。あ、もう切り替わってます。それは大丈夫。あ、さすがです。いきます。はい。はい、こう毎回俺が一発目に発表されるの嫌だな。そうですね。手を攻めます。うん。おー、斉藤匠選手。はいはいはい。これは誰？ズボンさん？ズボンです。強い強い。危ねえ。はいはいはい。あーいら。お、なぎさんだ。藤井選手、それはありなんだ。まあ、もっとか、お、私、助手スコット。そうか。はいはいはい。大田選手、ドレッジ。大田選手、おー。バロケた。おー、デベンス飛びに行けるけん。マジか。グッド。おー。おー。あー、奈良選手。そう、来たか。いい、ここで来たか。太田選手のピックが強い。順目なんだ。全員無事獲得ということでいいですかね。よしよし。駆け足すぎたんで、一応もう一回読み上げてもらっていいですか。はい。僕が斉藤匠選手。いや、欲しい。ズボンさんがペリン・ビフォード。そして慎太郎さんがアイラ・ブラン。渚さんが辻直人選手。大柴さんがジョシュ・スコット。太田選手、トレイ・ジョーンズ。で、ひるきさん、テレンス・ドベリー。そして、じゅんさん、今村啓太さん。はい。いや、今村選手欲しかったな。いやー、いいな。いいっすね。いいと思い、持ってくな。意外と被んないっすね。被んないっすね。確かに。後から被ってきそうじゃないですか、これって。確かに。次どうしよう。確かに。じゃあ、続いて、もうどんどんいきますかね。はい。うん、そうですね。え、もう今指名できてる？あ、まだか。今指名タイムです。あ、指名タイム危ない。はい。やば、危ない危ない危ない。もうそれない。ここで俺次へ押しちゃいそうなんだよな、いつも。いや、ズボンのおじきに毎回ダメよダメよレオさん。言ってもらわないと。いや、もうさすがに大丈夫かなと思ってます。どうしようかな。悩むな。悩むね。悩みますよね。今のうち考えとかないとこれ。あ、読み消しちゃう。もうおじき呼ばわりですけどね。ちょっと納得いかないですよね。いやいやいや、おじき。検索。ガチです、また。ゲームはい。太田さん結構考えてたんですか？いや、割と考えてました。どう考えても考えてるでしょ、これ。ですよね。この1、2巡目で。ですよね。間違いない。ありがたい。ガチで参戦してください。ちょっと僕変えようかな。ちょっと変えよう。ちょっとごめんなさい、変えます。で、ちょっとお待ちください。よいしょ。あ、やっぱ変えない。はい、変えないです。神の声が聞こえたんだ。なんだ、それ。いやー怖えなこれ。やっぱ YouTube 界で生き残っていくためにはそういう濃すいこともしていかなあかんねん。いや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 、なるほど。あの、そういうことも必要なんだよな。濃すいね。やっぱ変えない、あざと系ですね。レオさん、はい、ソさんからレオさん NBA ファンタジーと違ってめっちゃ置きに行くって言われた。NBA ファンタジー僕むちゃくちゃだからね。あれ俺これ今何巡目？三巡目です。三巡です。三巡です。私誰取ってるか分かんなくなるな、途中できっと。残り1分半です。分かんなくなりそうですよ、ね。右下の、あ、左下のマイチームから誰取ってるかが見えます。あ、そっか、そうだった。うん、で僕はアナログでこれ手書きで書いてます。私も今書き始めた。そっか、そういうことが必要なのか。もう今、はい、こっちのが使ってますからね、これ。めっちゃおとなしいね、ヒルキが。誰が取られたかもチェックしない。確かに。ちょっと待って、もう全然検索できない。やばい。もう漢字が出てこないですか？検索引っかかんないよね。取られてしまってる可能性が高いです。そうですね。検索で出てこないは取られてる。取られてる可能性が高い。はい。1分切りました。大丈夫です。残り1分ですが大丈夫です。変えてもいいですか？あ、いや、変えない。です。変えないです。さっき斉藤選手が名前で全然出てこなくて、漢字が全然わかんなかった、斉藤選手の。斉藤選手誰か取ってんの？取られてます。いやいや、僕が取ったんだけど、斉藤の才が難しすぎて、どれだどれだって言いながら検索した。そうだよな。はい。揃いましたね。あ、言う？取られたよね。うん。厚谷さん、
はい、2メートルあるのに悩んでる姿かわいいっすね。あ、決まりましたね。なります。じゃあ行きます。誰の本をいじってるかと思います。じゃあ発表します。うん、はい、よいしょ、はい、あれ沈黙が出てこない。入った、うん、あ、来た。おー、欲しかった。まあやっぱそこ行くよね。はい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 、はい、あ、サイズ、おーさー、渋、はい、うん、渋い。あー、そうか。あ、また隠しちゃってます。読み上げるのか。え、隠れてる？いや、見えてます、ね。いや、見えてる、見えてる、ラグじゃない？あ、遅れてるだけか。なるほどなるほど。すごい、かぶってない。かぶらないですよ。かぶすごい。8人いて競争しないの。タツヤ取られた。タツヤか。ここで。はい、レオさん、すいません、一応3巡目の呼び上げを。はい、大西レオ、ジョーダン・ハミルトン、ズボンさん、セバスチャン・サイズ、慎太郎さん、アンガス・プラント、渚さん、ジョーダン・ヒース、編集長、ショーン・オマラ、太田選手、安藤修斗、ヒルキさん、ジェームズ・マイケル・マカドゥー、そして、ジュンさん、鈴木達也。はい、おー、いや、ちょっと、淡々と川崎を作ってきてる人がいてますけども。淡々とこう。ピースを揃え始めて。川崎の試合が全部中止になったらどうするつもりなんだ。一応今広島入ってます、はい、広島が。ありますあります。スリーストームで一緒に戦ってましたジョン・ジョバンニさんが、ケンジさん全然喋らんやんって来てます。いやいや、皆さんに喋っていただきたいんです。今んとこ手応えどうなんですか。手応えは、いや、まあ、鈴木達也取られたのはちょっと誤算でしたけど、あとはもうおおむねプラン通りです。おー、いいっすね。俺はすでにプラン通りじゃねえな。まあいいや、頑張ろう。プラン通りのプレッシャーあったらないですよね。なんか、あ、途中途中結果発表をここで挟みます。途中結果発表、あ、コナン、おうおう、あ、でもひるきさんが一番総合力ではひるきさん1位です、ね、おー、強い強い、おお、本当だ、プラン通り。わ、逆に一番下は慎太郎さん、意外や意外、はい、うん、意外ですね。意外だ。これからです、これから、これから。完全なら俺のせい。計算通りだ。ちょっとこれ、結構差あるな、僕の画面なんで、ちょっと僕がハイライトされちゃうんですけど、すいません。これさ、マジで。フィールドゴールメイド倍近く差がありますね、なんなら。すごいな。え、こんなふうに出るんだ。どうしよう。ちょっと待って、こうやって並ぶとちょっとより燃えてきますね。なんだけど、やべえ、来ましょう。フェニックス来てくれてる。すいません。こんな感じですかね。わざわざフェニックス来てくれてる。なるほどな。あれ、福袋です。まだ誰もあの選手を誰も取ってないから、これから争奪戦が始まるじゃないですか。お、え、どの選手？あの選手ね。はい。千葉の。いや、あなたには関係ない、千葉だから。あ、そうですね。あ、千葉。千葉だから、あなたには関係ない。わかんないですよ。元川崎じゃないから。いや、変化球。あ、ごめんなさい、始まりました。次の指名をお願いします。はい。はい。中しかないじゃん。いや、どうしよう。どうしましょう。どうしよう。いや、私もどうしよう。あー、これもってこれ。かぶらなかったか。いや、これ。引っかかんないんだよな。あ、来た。どうしよっかな。オッケー。ジョシュア・スミスが来てますね。こっちで。チャット欄に。え？本当ですか？呼ばれてますよ。本当ですか？ケンジ、ケンジさん呼ばれてます。ヒロキさん呼ばれてますよ。おしゃめです。取らないと、ジョシュア。まだ野にいますよ。逆指名。まだドラフトされてないですね。選手ケンジ、ケンジって呼んでますか。選手は取らないから。怪我する選手。I don't pick up players that are injury prone.
めっちゃ愛されてるやん、マジで。はい、そうですね。すごい。あ、もう決まってる。こんなことあんねや。みんな、されてんな。揃いましたので、行きますね。行きましょう。I miss you, man. つってますね。それどころじゃないんだ、こっちは。自分で。まあいいや。ああ、へそめっちゃいい。はい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 、はい。いいですね、いいですね。ああ、いいや。はい。はい。です。おお。はいはい。おお、競合。競合した。おお。なるほど。なんだ。ああ。うわあ、ドラちゃん欲しかった。なるほどね。あ、キチェン。おお。ああ。なるほど、なるほど。どうかな。ということで、お家芸のハズレ、ハズレを聞くか。ちょっと私、ズボンさん、また来た私。ちょっとお願い。読み上げます。大西レオ、マイルズ・ヘソン、ズボンさん、うん、安藤聖也、慎太郎さん、アンソニー・ローレンス2世、渚さん、安藤聖也、強豪です。大柴さん、ジャック・クーリー、太田選手、寺園選手、ひるきさん、いや、ひるき選手って言いかけました、すみません。ひるきさん、アキチェンバース、ジュンさん、ダバンテ・ガードナーということで、抽選です。ズボンさんと、なぎささん、安藤聖也。9連続なのか？どうだ？ 9 連続いっとこう。そっちの方が番組的に面白い。Go！いやでも安藤聖也、川崎じゃないでしょ、安藤聖也選手は。来るかもしれないよ。おおもう無の境地、無の境地。なぎさんだって、ようこそ安藤聖也選手。すげえな。マジで いずれ、いずれ川崎に。じゃあ、ズボンさん、あの無になってる代わりの指名お願いします。はい、外れ指名いきます。ちょっと待ってください。あの僕にトレトレとスミス選手をトレトレとコメントがすごいんですけれども、多分外国籍選手の枠がですな。俺もう使っちゃったな。はい、俺も使い切ったな、次。早い、そっちはセンター陣から行ってるってことですか？主役じゃないか。どうしようかな。センター系行きます。センターは限られるからね、どうして。確かに。でも意外と8人いて被ってないからびっくりしてる。うん、被らないですね、あんまり。確かに。うん、よってなってんの、これ何ですか？ん？あれ？ん？ん？あ、俺が選べてないのか。選ぶ？あ、これ今、ズボンさんの外れ指名中です。はい、大丈夫です。すいません。何も面白くない感じできます。はい。残り時間10秒って出てもびっくりして。焦ります。あれ、これでいいんですよね。はい、大丈夫です。うん。ヘソンが出ます。あ、出て。はい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 。ああ、ガードきた。いやいやいや、取りますよね、やっぱりね。すみません、スーパーチャットいただいてます。はい、ありがとうございます。ズボンに対して、小田さんありがとうございます。すごいすごい。小田さん、ズボンさん無になってる。ベイベさん、ズボンさん、キャリアハイ。キャリアハイ更新。塾長さん、ズボン新記録更新。ノン139連覇、ありがとうございます。大人気のものさん。ありがとうございます。はい、はい、うん、じゃあガシガシ進めていきたいと思います。はい、あ、そんなことなかった。獲得選手、まあこれはいいですよね。見ときたい、大丈夫ですか。あ、みんな見れるのか別に。はい、うん、はい、じゃあ指名お願いします。あ、びっくりした。指名お願いします。はい、やべ、隠さないと。5人目ですね。うん、誰も見てない、誰も見てないけど。スミス選手。スミス選手が見てくれてる。いなくなったかな、スミス。君に決めたポケモン。ポケモン。あれサトシ。どうしよう。なるほど。間違った。なるほど。私、全然センター行こうか、どうしようかな。みんな無理、ガチで真剣めっちゃガチなんだけど。ガチで見るよね。調べるのが大変でさ。ちょっと新岡さんがちょっとすごい顔な。大丈夫ですか？
すごい真剣。やばいやばい。俺取れると思ってもう取られてたくせえだ。映画の時の顔されてます、ね。どうしよう。東京リベンジャーズ皆さんぜひ、東京リベンジャーズぜひ見てください。はい、映画の時の顔されてます、ね。やばい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 。どうやって、だからもう僕外国籍選手使っちゃってるんですよ。うん、全部取ったんですか。使ってしまってるんで、ちょっとスミス選手は取りたくても取れないんですね。はい。そっか。はい。ローカルルールがありまして。そうそう、うん。まあまあいいじゃないですか、リスナーさんが。なるほど。よし。慎太郎さんの責任を取らなくていいということなんで。なるほど。チェックを外しに入ろうかしら。パパさん、ズボンさんのさらなる更新にスパチャありがとうございます。ありがとうございます。勢いでね、ズボンさんの運気を。座席2桁。殴る前の顔してるもん。いやー、これ。もう全然出てこん。悔しい。いや、これ、みんなが撮ったのも見れるのかな、これ。誰が撮ったんだろう。出ますね。どの、チームから、タブがあって、はい、黄色いタブで、スチーム選択で見れますね。はい、あ、そうなんだ。あ、残り1分切ってます。やばいやばいやばい。はい、頑張って。黄色いタブ。多分自分のチーム名が書いてあるところがあって、そこをクリックするとチーム選択で他のチームが見れます。あ、一個一個見ていかなきゃいけないんだ。もういいや。そう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 。ありがとうございます。わかりました。総合順位が。そうなんですよ。順位とかも見れるんですよ。出揃いましたので、進めたいと思います。はい。いや、ここら辺から来るでしょ。強豪嵐じゃない。いきまーす。はい。いや、かぶるのかな。あー、いいっすね。あー、選手。そうなるな。はい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 。来た。アジア枠。あー、なるほどね。いますね。チェニケ。あぶねー。ちょ、俺。あぶねー。かぶるとこだった。マジですか？かぶるとこ。チャールズ・ジャクソン、大畑選手と。どっちかな？かぶらない。かぶらず。かぶらないっすね。取れたよ。ピアジマ選手取れました。すごい。大畑選手、かぶ、迷ってました？迷ってました。どっちかな？私も、そう、私もどっちにしようかなって悩んでました。あ、素晴らしい。息が合ってるな。すごい、よかった。仲良し、仲良し。平和でしたね。平和でありがとうございます。ありがとうございます。争い苦手です。はい、じゃあ5巡目です。大西レオ、岡田優太、ズボンさん、はい、レイパークスジュニア、慎太郎さん、比江島誠、渚さん、グレゴリーエチェニッケ、大柴さん、寺島亮で、太田選手、うん、チャールズ・ジャクソンで、ひるきさん、グレッグ・マンガーノ、そして潤さん、波里成人、うん、見事かぶらずですね。かぶらずですね。思ったよりかぶんないんだな。かぶんないですね。意外。ちなみに太田選手はどちらの選手とやるのが苦手ですか？ですね。なぜして選んだのかなみたいな。いや、エチェの方が割とゴリゴリに来るんで嫌いです。結構無理やりじゃないですか。確かに、かなり強引に来ますよね。バスケットっていうより相撲っていうか。本当に体格的にそうだから全然ですよ、ね。ええ、そうなんですよね。すごいもんな。はい、では続きまして、はい、6巡目ですかね。いきます。はい、うわ、どうしよう。60名。ちなみにこの右上の獲得済み選手のところから一覧で見れますね。他の人が獲得してるのか。あ、なるほど。指名するのところの、はい、ここですね。ちょっと、はい、この3分は焦るっすね、やっぱ。焦りますよ、めちゃめちゃ。いや、どうしよう。どうしようかな。どうしよう。本陣の方がかぶんのかな。
かぶりそう。かぶりそう。いや、かぶるから、あ、これはね。いや、ケンジとかね。いや、さっきも寺島先生かぶってもいいだろうと思ったら、かぶんだ。意外と。君に決めた。お、ポケモン。ポケモン。なるほどね、果たしてゲットできるのか。かぶるかな。お、エース K さん、でもゴリゴリ来る相手にこそ強いのが太田選手。いいこと言いますね。ああ、嬉しいな、なんか嬉しい、うん、嬉しいな。いや、どうしよっかな。でもこれなんか結構好みで、好みで選ぶか、もうガチガチに数字で選ぶか。ああそうっすよね。確かに。結構もう 数字しか見てない。数字しか見てない。マンガーの選手絶対取らないですからね。お前言うのそれ。俺の好みなんだからいいでしょ。そういう遊びだからね。いや、こっからどんどん難しくなってくな。そのポジションがどこ必要なのか分かんなくなってきますよね。なる。ねえ、ここか、みたいな。このマイチームで見て、あー、みたいな。あー、そっか。2、3、4、5。あ、次でちょうど半分か。長いな、はい、このゲーム。結構時間かかりますね。結構時間かかりますね。でも大丈夫ですよ、皆さん。まだ40分しか経ってないですから。はいはいはい。太田さん、太田選手がオチに帰る。そうですね。そうですね。止まるつもりでやってます。これは帰れ。これは帰ってください。太田選手、体育館好きだからね。うん、大好きですよ、もう。同じチームメイトだったとき、ずっと体育館にいるんだもん。すごい。お前やめとけよ。お前やめとけよ、マジで。そんなこと言うなよ。リーク情報が。はい。いや、そして俺がめっちゃ狙ってたアキチェンバースはヒルケンさんに取られてましたね。はい。いないと焦ります。はいはいはい。いけます。いきますか。6巡目。頼むよ。はいはい、うん、はいはいはい。あーあー、なるほど。おでんくん。ああ、勇気。勇気忘れてたな。取られた、ここで。あれを。ニッシー、サス、サス、アイス。チームメイト。チームメイトしか。ああ、なるほど。おお、スミス。見てない臭いけど、聞きましたね。反応あるです、ね。じゃあ、すみません、読み上げお願いします。はい、6巡目。僕が西田選手、ズボンさん、木本選手、はい、慎太郎さん、河村選手、みんな忘れてたという声が出てましたけど、渚さん、マット・ジャーニング選手、大島さん、ベンドラム選手、そして太田選手、西川選手ですね。うん、はい、でチームメイトもと。ひるきさん、はい、木田選手、そして、じゅんさん、ジョシュア・スミス。ここで一旦あれですか、また振り返りですかね、ちょっとして、次の画面。おそらく。ちょっと一旦見ます、どんな感じか。見たいですね。確かに。ちょっとそれを見て決め、うん、得ること多そう。今、半分いったんですもんね。半分いきましたよね。そうですよね、6名。うん、すげえ。そうしかない。あれ、あ、いや、よ、うん、あと2人か。あれ、いやど、なるほど。これ、どこで順位見るんでしたっけ？この後で、この後。あ、この後出てくる。あ、じゃあ次見ますか。はい。はい。みんなやっぱ結構先に外国籍取りがちな感じですね。取りがちだね。うん。まあ、やっぱりね。さあ、どうなのよ、途中結果。お、2位上がった。お、これ上がった。ヒルキさん強いな。ヒルキさん強いっすね。はい。
安田ひるきさん。ガチやん。ケンジガチやん。まだポイントが1人もいないですから。慎太郎さんが未だに外す。はい。川村選手とローレンス選手は、なぜか評価されてないので、総合力として、はい、50何点とかのそんなわけはないので、はい、そういうことから来ますもんね、はい、絶対、はい、確かに、はいはい、あ、来た来た、おお、ヒルゴールが上がった、おお、なるほどね、ヒルゴールパーセンテージ高いな、ヒルキさんの火力やばいっすね、やばいっすね、ぶっちぎってますね、本当だ、やべ、フリースロー下手じゃんうち。はい、本当だ。オフェンスリバウンド。リバウンド取れねえ。チャールズのに。俺、全然ブロックできねえじゃん、これ。ブロックできねえ。全然抑えらんないじゃん、これ。なるほどね。なるほどね。ああ、おもろいわ。TD は ?TD って。TD ってトリプルダブルですね。トリプルダブル。トリプルダブル、ゼロ。ゼロ。ゼロポイント。私もゼロだ。なんなら半数ゼロっすよ。まあ確かに。はい。レオさん6もある。確かに。まあでも、フィバルールでトリプルダブルむずいっすからね。むずいっすからね。まあむずいっすよね。これで1コームの空気なの結構えぐいですよね。ただ、ジョーダン・ハミルトンとベリン・ビフォードが2試合連続とかやってますからね。はいはいはい、はい。かなり強いと思います。はい。なるほど。うわ。よし。じゃあ行きます。うん、はい。はい。いやうわそうか。あ、ごめんなさい。ちょっと飛ばしますね。はい、7巡目です。はい。はい。はい。これは取られたくないな。頑張ろう。どうしようかな。もう取りたい選手決まってる。もういい加減。あー、俺、これ被ったらどうしよう。かぶりそうだな、大島さん。まあ、いっとこう。みんな結構悩み始めて。いや、悩むね。悩みますね。会が進んでいく方が悩むわ。はい。私、川崎取りたいけど、確かに川崎取りすぎたらやばいなって思い始めてきました。そうですね。まあ、試合に出ない選手もいますからね。そうですね。そうですよね。試合中止もあるってさっき言われて、はい、そうじゃんと思って。なんやったら2巡前ぐらいに気づいていただきたかったところではあります。あ、そろそろやばい。やばいな、決まらないな。PL って何ですか、ポジションの。はい。PL って何ですか、ポジションの。このガード、フォワード、センターってある。一番下に UTL っていうのがある。あ、ユーティリティですね。ユーティリティ。どのポジションでも大丈夫です。おっていうのはどういうの、そんなありない、はい、なんでセンターセンターで抑えても大丈夫ですし、はい、後から埋めていいんですか、ここはの12人の枠の中の一つです。グレートとかだね。後で取り手選手出てきてこれポジションをちゃんと埋めなきゃいけないってことだな。そうなんですよ。どれにしようか。もう私外国籍3人いるんだ、危ないな。さっきも出てきたのはあいつぐらい。アジアかキカだけか。やばいな、インサイド全然いねえな俺。インサイド結構取られてますよね、いい選手。そうなのよ。1分30秒。やべえ、やられた。やられる側になった。待って待って、何これ、どうしたらいい。三岡さんがハマってる。ちょっと画面共有していただきたいところでありますよね。そこを大丈夫。大丈夫なんだけど。はい。大丈夫なんだけど、やっとねこの検索エンジンをやっと駆使できる。よかったです。よかったです。やっと。また人を殴る顔になってる。やばい。これ吉沢亮を殴るときより。マイキーですね。全然決まらない。吉沢亮もっと簡単だったな。よし。変えた。ひるきさんを恐れて変えましたね。競合して。あら。何になったの？まあでもよく考えたら別に競合してもよかったんだよな。負けたら別に今の選手選べばいいんだけど。やばいやばいやばい。
そうだね。15秒順。やばい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 。やばいよやばいよ、これは。オート、オートになっちゃうかもしれない。やばいやばい、オートやばい。ついにオート。5秒方。あ、多分いけたよな。あ、いけましたね。よかった。おお。ギリギリ。セーフセーフ。お、セーフ。まあ。あ、アビ。前田選手。おお。ここに来て。あ、アビ。おお。いや、大野さんのインサイド取れてないの発言が、あ、これ被るかもと思っちゃった。あ、これ被る。あ、いいな。あ、どうしようかな。あ、ちょ、カイト、カイトね。なるほど。おお、なるほど。さて。くそ。はい、僕がシェーパー選手。はい。ズボン選手、前田レオン選手。はい、慎太郎さん競合で、あ、ズボン選手、すみません。慎太郎さんが、競合でシェーパーですね。はい。で、なぎささん、河村拓也選手。大柴さん、田口選手、太田選手、ジェフ・エアーズ、そして、ひるきさん、石川海人選手、そして、ジュンさん、KJ。はい。うん。ほぼほぼ日本人になってきたな。ということで。誰をいいな、取り終わりましたね。さあ、どうよ、シェーファー。これは欲しい。抽選いきましょう。これはいただきたい。はい。アービー？お願いします。いや、アービー人気だな。どっちだ？よし、あーくっよし、ようこそ御殿場へ。御殿場へ。ようこそ御殿場へ。御殿場アウトレッツ。やばいな。いいっすね。あ、ひるきさん誰でしたっけ今回。石川海人です。全然かぶってねえし。あ、1分しかねえのか、これ。はい、1分です、1分です。やばい、やばい、やばい、やばい。やべえな。あ、違うか、びっくりした、びっくりした。今、レオさん。大丈夫です、大丈夫です。あの、選び直しです。パニックじゃん、ジュン。さっきトラウマになってますね。やばい。まだ外国籍取れる人います？もういないですか？もう私も無理です。取り切りました。ニュービル出なかったですね。もう確かに。確かに。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。かぶると思ってウッドベリー選んだっす。慎太郎さんのスタッツ1位のニュービル選手が。はい。チョイスが渋い言われてる。ありがてえ。嬉しいね。もうなんか、見たい選手でいきます。はい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 、まっすーまっすー、いいですね、いいですね、まっすー大好き。どうしようかな、やっぱりね、こっから伸びそうな人を取るのがレオさんムーブ、ね、そうなんですよ。若い選手ばっか取るんですよ、ね、僕。はい、だからこれ一回競合するともうなんか冷静でいられなくなってくる。メンタル。じゃあ行きます。はい。うん、はい。おお、なるほどね。あと5選手。あと5選手。ああ。どうしよう。自分のチームのバランスを、はい、指名してください。はい。いや、これはぜひとも取りたい。やばい。うわ、どうしよう。インサイドが。漢字どうなってんだ、これは。漢字無理っすよ。どうなってる、そんな。結構奇抜な漢字を使われてる。バランスが。怒るがぐらいしか思いつかんない。怒るが。奇抜な漢字。もう奇抜やれ。本当に、本当にやってたりしない。怒るが。イカルガ今イカルガは怪我してるでしょう。ああ、そういえばね。でもまあそんな重たい怪我じゃないっぽいから。すぐに出てくるでしょう。ふてぶてしい感じでね。あの感じで。あのそこをいじれるのお二人だけです。はい、いや彼はもうルーキーの時からあれですから。おお、そう。なんならもう高校の時からあれですよ。変わってない。うわ
なんかちゃん大さん、太田さん、GM 向いてるかもしれないです。ああ、転職。まさかのポストキャリア。転職。セカンドキャリアが決まりましたね、アツさんの。ありがとうございます。え、もうみんな決まったんです。あ、よかった、潤さんがまだやってる。あれ、怪我ではあり、イカルが陽性ですってどういうことどういうことあれですね。あれが一番怖い。例のやつが陽性ってことですか。これが一番怖い。これが一番怖いですね。あったんだ。あ、そこ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 。あ、はい、MC ソロさん、そうです。外国籍さんにキッカージャー1で4人選べることにしてます。うちのでもローカルルールです。はい。やばいやばい。ちょっと焦る。お、どうしよう。ナギサンダース。ナギサンダース2秒です。めっちゃ外国籍2秒です。外国籍2秒。あと1分10秒ですね。あ、びっくり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 。ちょっとね、ここね、ちょっともう、いや、ダメだ。ナギサさん、顔作って。はい。ナギサさん、顔作って。女優さんですよ。愛でいきます。もう人を殴る顔して。人を殴る顔して。人を殴る顔。ちょっと一回、はい。すみません。整いましたね。整いました。整いました。はい。やばいよ。いきます。うん、はい。はい。あ、ヒルキより先輩です。おお、うん。私は。この瞬間を待っておりました。ああ、もう一回待っておりました。あ、なるほどね。この瞬間を待っておりましたよ。あ、森川くん取れちゃった。あ、森川くん惜しかった。悩むな。ありやな。チームメイト、チームメイト。おー、かぶらず。かぶらず、意外とかぶらないですね。すげえな、8巡目で DJ ニュービル取れるってすげえな。みんながいかに趣味に走ってるから趣味に走りすぎてますね。普通に考えたら取れよってなるから。はい、じゃあレオさん、読み上げお願いします。はい、僕が知り合いなので取りました、エヴァンス・ルーク。そして友達って言ってあげて。友達なので、いや、向こうが友達って思ってくれてるかどうかちょっとわかんないから。ズボンさんが竹内康介選手、そして慎太郎くんがまさかのここで DJ ニュービル、そして取ってなかったね。渚さん、うん、青木選手、はい、そして大柴さん、森川選手、はい、太田さん、松脇選手、はい、ひるきさん、児玉選手、そして中さん、遠藤選手。はい。うん。うまいですね。選手が渋い。児玉選手が惜しかった。あ、じゃあ、慎太郎さん、スミスも取れたってことだね、取ろうと思う。何の話ですか、何の話ですかね。さっきのね。うん。よくわかんない。確かに。枠がとか言ってた。多分日本語、日本語わかんない。なんかね。多分いけると思います。枠が言ってたけど。枠が言ってましたね。大嘘じゃないか。ちょっと。はい、これで僕も仕事終わった感じあります。はい、やばいよ。いインサイドどうしよう。日本人だときついな。いやインサイドやばい。4人、あと4人か。だいぶきつくなってきたな。うん、僕ちゃんと4人やな。僕ちゃんと、あ、大丈夫やんな俺。カタカナ多いけど大丈夫やんな。大丈夫やんな。よし。はい、いきまーす。うん、はい。9巡目です。はい、もう外国籍消すとかできないのか、このリストから。あ、消したいですね。消したいっすよね。ねえ、マジで難しい。シューターはだってリバウンドで相当したいな。これ PFC 取ってる人は C 扱いでもいいってことだよね。大丈夫です。あのマイチームの方でエンプティーになっててもお前は C だぜって言えるってことですよね。勝手にずれますよね、多分ね。そうです、勝手にずれますね。はい。で、ユーティリティも勝手にずれる。勝手にずれますね。あと、どれ、うん、あと、どれどうしよう。だから辻は、辻は、はい、渚さんが。もうみんな決まったんですか？まだ、僕、全然まだです。ですよね。でも、しいな、困った。じゃあその間にコメント読み上げちゃおうかな。さすがプロだわ。
よし。そろそろポジションの縛りが出そう。そうですね。どうしよう。ポジションの縛り出ますね。もう日本人難しい。出てますね。あ、はるみさん、スーパーチャットありがとうございます。ズボンさん、そろそろ小寺さん指名しないと取られちゃいますよなんですけど、すいません、ボビー・レイ・パークス・ジュニア取っちゃいました。もう、キカワ君、すいません。キカワ君じゃなく、アジアはキカワ君、申し訳ないです。あ、やばい。あの、キカワ君に誰取るか楽しみって出てるね。え、キカワ君取ってない方います？出しとってない。ってことはあれか、別にほぼほぼ最後の方まで待っててもいいのか。そんな感じでしたね。ハジーカスって、キカだ。そうなんですよ。そうだよ。だから一番最初に言ったのか。そうなんですよ。そういうことか。で、キカでちゃんとスタッツを残す選手って実は限られてるから。そうだね。そうなんですよ、ね。やばい、やばい。まあ、マイケルバッターになるよね。はい。なんで太田選手のギャビン・エドワーズという1手目がガチすぎるという、はい、ガチですね。お話と完全なガチ。一番被ると思ってます。そういうことだな。まあ、ちょっと待って。いや、実はね、まだ機会いるんです。1分だよ。1分。怖い。うわ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。GM からの1分だよ、もうめっちゃ怖い。やばいやばい。いやいやいや、実際のチームの GM はもっと怖いですよ。ないよ。出てこないよ、なんで、ほら。来年はどうするつもりなの？それは怖い。御社で、御社で一生懸命。今年の自分のプレーどう思った？恐ろしい。やばい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 。お、また8秒？ 8 秒？ 5、4、はい、やばいやばい。押した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 。1、やばい、あれ、インサイド決められない、どうしよう、ミスってない、わあ、わあ、行かれた、だあ、おおおすごいすごいすごい、まさかでここのしかも俺中山選手と迷ってここですから、あー、いやー、うわー、あー、いや、今日迷ったっす、迷ったっす、迷ったっすね、いや、田中大輝選手とかまだいるんだ。ねえ。ああ。うわー。うわあ。あ、ちょっと待って。俺、違う。違う。あ、間に合わなかった系ですか、じゃあ、もしかして。もういい。セクターメーターで押しちゃう。俺も。4人目の外国籍ですか、やっちまった。ついにやっちまった。いや。ジョシュ選手にはちょっと申し訳ないけど、4人目の外国籍選んで、選んで大丈夫だと思います、選んでこう。え、だってスタッツのいい順に削らなきゃいけないですよ。お、話しましたね。最悪。後で誰かちゃんと確認しましょう。まあ、後で天の声に確認しましょう。はい、でまず抽選いきますね。はい、まずこれ両方いっぺんにやるのかな。あ、順番ですね。順番ですか。まず中山選手かな。はい、いや、これ実質大西さんと僕の競合になってるんでね、これ。いやいやいや、はい、俺もいるから、俺もいるから。実質2人なんで大丈夫です。実質2人なんで。はい、10度目の正直、はい、10度目の正直。はい。きます。これ、頼む、お願い。お、ようこそ御殿場へ。おお、強いな、しっかり。ようこそ御殿場へ、ようこそ。強い。よ。なんなんだよ。マジで。レオも負けてるよね、普通に。あ、ゾノさん固まってる、固まってる、固まってる、まだ。ゾノさん選ばないと。選ばないと。ゾノさんもう終わってます。もう終わってます。あれ終わってます。はい、じゃあ次、これ次の抽選が先にやるのかな。上向いた。いきます。はい。次の抽選先ですね。頼むよ。豊川抽選。太田さんに行け。ああ、ありがとうございます。取られた。マジか。ここ11分の8とかでしたからね、この間、スリーポイント。ゴリラ取った。詰まったですからね。ということで、外れ指名いきます。外れ指名ってなんか、弱すぎだな、失礼な言い方だけど。
リバウンドきついな。え、行くとき言ってくださいね。もう行ってます。もう行ってます。おいあ、間違えた。間違えた。よいしょ。1分しかないからね。やばい。ああ、やばい。私、この後のセンター、インサイドに困ってるんですけど、やばい。ちょっと待って、ほら。お、いいんだ。こうするか。うん。あと、大島さんだけです。次はダブドリいつ頃出るんですかね、うん、一番きついやつ。はい、行きます。あ、はい、決まった。あ、ユーティリがいたはず。いい選手です。いいね。あ、いいっす。夢枠。はい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 。ああ、これは強い。金丸さん。うん、すいません、スーパーチャットいただきました。10連敗。はい。モンキーさん、ありがとうございます。小田さん、ズボさん、美味しいですよ。ありがとうございます。10連敗です。はい。いやー、ちょっと、あと3巡？あ、またあれか。3巡ですね。スタッツ強化があるのか、私。うん。はい。ちょっと待ってね。はい。いや、インサイドきついな、これ。いや、私もインサイド結構アップアップしてます。これあれですね。ジュンさんが誰を手放すのかをまず確認しましょうかね。あ、そうですね。LJ ピンク。LJ ピンクを手放すことになりましたね。鬼ルールだ。これどうやってやったらいいんですか。どうやって。あのドラフト終わってからで大丈夫です。終わってから。はい、やばい。なんか変なとこしちゃった。あ、いいのか。終わってからですね。はい。わかりました。あ、でも、ジュン、まだあれがいけるのか。そうなんですよ。まだあれがいけるんです。あれがいけるんだ。あれがいけるんです。確かに。あ、途中だ。はい、途中経過です。お、また2位。あ、5位だ。ひるきさん、相変わらず1位。あ、太田選手5位まで上がってきましたね。すごい。おぉ。ひるきガチやん、マジで。落ちてるやん。7位まで落ちてしまった。怒ってるわ。若手を取ると数字が下がるっていう感じですかね、これね。ああ、そうなんですかね。あ、確かに、確かに。これはゴッドの。相変わらず、ひるきさんが火力に振ってますね。すごい。あれ、フリースロー並んでんのに2位になってる。本当だ、私の方が上だ。なんでなんだろう。あ、フリースロー落ちた。アシスト。誰かフリースロー、変なやつ取ったのか、俺。アシストも抜かれてしまった。私やっぱ俺フリースロー下手なのか。リバウンドやばい。じゃあもうフリースローはもう考えてないです。じゃあ考えておりません。いやー、もう毎週トリプルダブルしてもらうしかねえな、俺。毎週って2試合だからね。はい。はい、じゃあ行きますか。はい。やばいな。どうしよう。もうあと3人ですからね。うん、はい、始まってます。はい。うん、3分半短い。短いですね。短いですよね。いやー、もういよいよ分かんなくなってきたな。いよいよ分かんない、本当。俺、早。みんな悩んでんな。みんな人なじる顔してる。すごいの。早いですね。スーパーチャットいただきましてありがとうございます。パパさん、連敗に2桁ありがとうございます。アミさん、ズボンさん11連敗続く。いや、もう被らないでほしいです。ありがとうございます。いやてか、スパチャズボンさん維持しかないじゃん。すごい。すごいな。ありがとうございます。ちょっと、一瞬、ちょっと。酔っ払ってるんですか？はい。お手洗いに行ってきます。お手洗いに行ってきます。すぐ戻ってきます。進めててください。はい。余裕だな、ズボンさん。決まらない、決まらない。どうしよう、どうしよう。なんか出てきそうな気もするけどね。うん、ああ、どうしよう、どうしよう。やばい、センターがやばい。ああ、ズボンさん飲んでるわ、やっぱ。
今ツイッター見たら普通に酒お手洗い近いわけ色のドッポっていうビール飲んどったわいやでもこれフリースロー率悪いのもうこの時点で無理っすよね多分あ、もう僕はもう考えてないですもんね。あと何秒、あと何秒ですか？あと1分半ですね。あと何秒？あと1分半。なんか出ちゃった。B リーグのアプリから。え、急げ、急いで。いないんですか、今。何してんの？あれ？ログアウトした。ログアウト。どういうこと？どういうこと？メンバーに合わんやん。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あと1分半。今、みんなの LINE にも、はい、ちょっと待って。URL 探してんのね。そうそうです、そうです。やばい。あ、でもレオさんも悩んでる。レオさんも悩んでる。めっちゃ悩んでる。そういうことじゃない。そういうことじゃない。あと1分。あと1分、あと1分、はい。明らかに重症ですから、なぎさだと。50秒。入れた、入れた、入れたけど。はい。入れたけど。10秒、入れたけど、これ選ぶのがやばい。40秒。ニックを取られたショックはでかいんだな。もう取り戻せないですね。2巡目だけど。30秒。このね、外国籍のあれがやばいです。どうしようかな。あれが。セット。あれがね。結構いいよ。あれがね。あれがね。縛り縛り、ルール縛り、ルール縛り。はい。結構大事。あれでね。ミスった。マジで。10秒。あ、これダメだ。できない。誰も選べない。あ、諦めないで。あ、ブザビーター。諦めないで。ブザビーター。はい。終わったね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 。ちゃうね。終わったね。あー、ひどい。おー、取られた。私誰？あー、いいな。はいはい。あー。おー。あ、これは？おー。これはやったの。競合した。おお、わあ、いいな。日本人、日本人、日本人、日本人じゃない。デモンブルックス。どうした。ついに二人目の。ロスター強いな。ロスターか。ついに二人目の悲劇が。あれ、渚さん最初にとった外国人誰ですか。ヒースかな。看板選手が押し出されてしまいました。消えた。なぎさん出すからヒースがいなくなる。はい、じゃあミスった、僕と大柴さんが頼む佐藤選手で競合しているので抽選いきます。佐藤選手お願いします。いやー、来い。流れが。あれ？何連敗？三連敗ですね。俺今回一回も引けてないですね。三連敗。やばいな。ズボンさんのお隣空いてますので大丈夫です。はい。お隣空いてますので。はい。いやいや、これはいいですね。危ねえ。どうしようかな。困ったな。ちょっと1分で誰も選べないな。そうなんですよ。これね、1分で誰も選べないんですよ。横の2人。あ、やばい。やばい。アプリが落ちた。アプリが落ちた。あ、やっぱりでしょ。PC で行けます。PC で行けます。いやいや、PC なんだよ、これ。なんか落ちるんですよ、焦ってると。やばい、19秒。もう大西さんの顔、スクショしたい。待ってる。あ、いけた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 。あ、よかった。おー、エンターテイナーだな。この世の終わりみたいな顔しましたよ。いや、でも誰一巡目で取ったっけってすげえ気になってた。確かにレオさん誰だっけ。分かって分かってきた。もうダメだ。
もう思いつかない。あ、まさか、あ、ひるきさん、もしかして狙ってました？次取ろうと思ってた。やったぜ。はい。あと2人ずつですね。いやー難しい。難しすぎる。あと2人か。あ、うわ。いきますか。OK。いきまーす、うん。はい。はい。スタート。これ本当に日本人だけとかにしたい。太田選手がマジでめちゃめちゃ早いんだよな。本当だ。一回シミュレーションしてきたんですか。すげえ早く決めてくるんだよな。させていただいております。失礼いたします。これチームでやってる説ありますよね、これ。やってますね。やってますね、これ。3年でやってる説ありますよ、これ。うん、どうしよう。これ。チーム。なんだこれ。よいしょ。よしよしよし。いや、めっちゃむずい。これで。どうしよう。これかな。こういう感じかな。なるほど。なるほど。いや、迷うな。いや。なんか、うん、あの、これ、この時間内に、この検索エンジンを使いこなすっていうのがもう最大のスキルな気がします。いや、そうなんですよね。うん。なんか、さっきも分かってたつもりだったんですけど、あの、今になってようやくちゃんと分かった気がする。あ、なんか変なことしちゃった。はい。そろそろもうかぶりがすごいことになりそうな感じですよね。なりますね。俺もう絶対かぶるわ。あ、絶対かぶると思ってます。絶対誰かしらかぶるわ、はい。一生いっぱいだな、獲得できたのは。あれ、まだ悩んでる。まだ眠れる天才がいますよ、いっぱい。鎌田誠選手のような、その眠れる天才を探す。これか。いますよね。いや、鎌田選手めっちゃ良かった。僕も欲しかったです。夢枠行こう。夢枠、夢枠、夢枠。笹倉玲樹とかさ、夢枠行こう。僕大好きなんですよ。こっから急に出ないかな。アルバルクで、めちゃめちゃ。アルバルクで、急に、もう、仙台でずっと死ぬほど応援してた。そうですよね。全くレオさんが話を聞いてくれないです。レオさんが何にも、何にも。今またログインからやり直してるかもしれないです。絶対また焦ってる。パスワードなんだっけみたいな。まあ、落ちたのも俺だったら、まずやばかったな。お、20秒。誰と被るかな、これ。太田選手あたりと被るかな、また。そろそろ。可能性ありますよ。そろそろ。いきます。そろそろね。そろそろいきますよ、もう。11巡目。あ、来た。おー、あー、ね、はい。ああ、こうよ。はい。ああ、天気って天気だな。迷った。やばい。今日ついてる男がやった。まあそうですよね。あの、うん、分かってました。あ、いいですね。太田選手。太田選手と私。食べた。確か。これはやばい。さあ。よし、じゃあかぶんなかった。やった。頼む。土をつけたい。完全に太田さん強すぎよ。よし。慎太郎さんと大柴さんが張本選手で強豪、そして渚さんと太田選手が竹内ジョージ選手で強豪ということで、
外れじゃねえ、抽選いきますね。はい。はい、これ外れたらマジできつい。これ外れたらもう1分しかないですからね、次の指名。そうですよね。そうなんですよね。やばい。マジでもう勝って。あと誰からだ。では抽選、まずはおそらく張本選手かな。はい、いきます。はい。張本選手抽選。さあ。強い、慎太郎さん強い。どういうことだ。強い。なんかいじってますね、あの男。いや何やったら勝てるんですか。やばい、この後の戦術に使われようとして。これバグ出てるって。いや裏課金とかあるんじゃないですか。ここは内緒です。そこは内緒です。まさかの。はい、そこは内緒です。はい、じゃあ竹内ジョージ選手の抽選。はい、お願いします。いやー、これは。太田選手一発ですぐ決めてましたもんね。渚さんと太田選手。竹内ジョージは。ああ、渚さん。うわあ、黄金世代が。うわ黄金世代が。え、コウスケ誰か取ってましたよね。はい、取ってます。ズボンさんが取ってました。ああ、ですよね。はい、うわはい、じゃあここから大柴さんと太田選手、まあね、1分間で次の選手を指名してください。いきます。はい。ドン。これで競合やだな。確かにここで競合はすごい。もう決まってたんですよ、僕は。悩んでたから、さっき張本さんと、うん、実は俺さっきあの不本意に外国人的選手一人漏れたじゃないですか、僕。はいはい、3-2-1で点結をしたんですよ、僕。3-2-1で点結をしたんですけど。はい、はい、いただきます。いただきました。すいません、大人気。もうはりもうしょうがないそうだったんだ。はい、じゃあ、まさかの揃ったようなのでいきますね。はいはいはい、まーす。はい、あれ、あ、そういうことか。あ、これは、はい、ああ、おお、はい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 、おお、おお、なるほど、なるほど。最後はあとポジションかぶんなきゃ誰でもいいってことだよな。そうですね、そうですね。いいのね。うん。隅のよか。何選べんだろう俺。いや、ポジションかぶらせるって手もありですよ。どうしてもリバウンドが取りたいとかって場合、ポジションかぶらせてユーティリティに入れるっていう手もあります。うんうんうん。あ、いや、そう、もうね、あ、そうか、今もうユーティリティだからあれだ。誰でもいいんだ俺。あ、気楽になったな。はい、じゃあ最後の1名ですね。はい。うわ。最後の1名。12巡目いきまーす。うん。スタート。はい。ポジション。最後の最後でな。くそ。トライ。で桜木 JR を言う。よいしょ。うん、なんであいつ誰か通ってんのかな。なんか誰か忘れてる気がするんだよな。いや、そうなんすよね。あ、いた。あ、めっちゃ低い。なんでなんで。よくわかんない。めっちゃ数値低い。そういうのありますよね。はい。え、なんか数字出るんですか、取る前に。あの、あれですね、なんか総合ランクみたいな、うん、今知ったんだけど、先に教えて。でも結構ざっくりですよ、欲しいスタッツかどうかは分かんないし、評価されてるのは、はい、あれ検索できないぞ、なんでだこれ。あつやさん、まだ検索エンジンの使い方が嬉しそうだな。あれ検索が一人も出てこないとかありえる？え、まさか。ポジションで絞ると誰も出てこないんだけど、そんなことある？まさかの。ちょっと困るな、まさかの。ポジションで絞らないでいくしかないんですかね。もうお名前とかで。見づらい、そんなの。なんかマジで忘れてそうなんだよな。絶対いますよ。
やっています。ポジションだよね。ちょっと待って、あと何分ですか。あと1分半ぐらいですね。あれ、こんなに選手いないってあり得る？そんなことないな。なんか変なとこおっしゃってんじゃないの。太田さん、ついにですね、強豪で取られなければもうほぼほぼ完璧だった。そうですね、本当に。ああ、やばいな。まあでもなんか、太田さんの競合で勝ったのが、渚さんとかでよかったですかね。そうですね。僕とかだった日にはですよ。なんでですか。いや、慎太郎さんだって負けてないし、何回競合しました、はい、今、3回ぐらい競合しました。すごい。多分負けてない。シェーファー選手と張本選手と、うん、あともう一人ぐらい、中山選手か、3人ですね。絶対月5000円払ってるっすよね。あ、結構いってますね。月額結構いってますね。絶対5000円払ってる。いってますよね。課金してますね。課金強いな。すごい。しかも月々ですからね、これね。あ、月々5000円でしょ。もう怒られればいいのに。あの、僕ずっとトイレ行った後ミュートのままだったの忘れてずっと一人で喋ってました。誰にも聞こえてない。誰もリアクションしてくんないなと思って、ちょっとなんかそれ一番面白いわ。おとなしいなと思って一番面白いそれ。そうずるいもんな、そういうのをもう受けるミキサーのフェーダー下げたままなんかもう ああもう発表されてた。始まった第一だな、はい、あー宇都選手ドラフトトップ、はい、なんだ、はい、あれ、ああ、いたね。あれ、なんか画面、あ、あれ、かぶらない？あ、はい、ごめん、なんか、ジュンさんが困ってる。あ、かぶった。かぶった。あ、宇都選手で競合。宇都選手で競合。待って待って。大丈夫ですか？え、ジュンさん見れなくなってます。打たれるかもしれない。はい、大丈夫。ね、戻りました。戻ってあげちゃいましたけど。戻ったところで競合してるんですけどね。まあ、あの、相手が僕なんで多分大丈夫だ。最後の最後で。なんても逆に譲りたいぐらいで。はい、涙の連敗ストップあるのか。最後になるか。最後の最後で。最後の最後で。確認忘れてた。誰忘れてた？匠、長谷川、俺高校大学7年間一緒ですから。昼間は結構長谷川選手の話とか俺としてたのに、さっき忘れてた。あ、そうだった。まあでも始まってからね、FA 枠がありますからね。あ、そうですね。トレードでこう。そうですね。むしろ外れてほしい。はい。じゃあズボンさんと、ジェさん、ウト。はい、宇都抽選行きましょう。はい、宇都選手どうなのよ。どっち行きたい？頑張れミュートおじさん。かい、かい、ミュートおじ。かい、かい、かい。どうなんだこれ。素晴らしいね。いいっすね。すごいね。一応この無の表情。宇都直樹だけに11連敗です。はい。なるほど。うまいこと言う余力があった。これでじゃあ最終のあれかランキングが見れるのか。そうですね。まだすみません。僕の外れ審査しますか。あ、ごめんごめんごめん。おっしゃったおっしゃった。おっしゃった。選んで選んで。はい。あの、篠山流星すぐ選ぶんで大丈夫で。はい。流星さん。はい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 。OK です。レオさん OK です。ありがとうございます。すみません。お時間取らせて。すみません。僕なんかにお時間使って。すげえ作っとなってる。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。小田テルさん、祝11連敗。抽選前に準備してました。すごいな。いや、もう間違いない。期待に応えました。いいね。なんとか言われてるし。ということで、出揃いましたね。はい、出揃いましたね。
全員ガード多いな。ガードばっかになっちゃったな。私もインサイドが少ない。え、これもしかしてポジション埋めることって気にしなくてもよかったの？え、そんなんあります？気にしなきゃいけないんじゃないの？ダメ。PG、SG、SF、PF、センターは一人ずつは最低なきゃいけないので。あ、そうだよ。あそこは最低なきゃいけない。はい。これどうすればいいんだ？次へに行けばいいのかな？次へでランキング最終結果発表ですね。あ、最終結果発表。はい、あ、落ちてるし。あ、落ちてる。ひるきさん、最後まで1位。あれだよ。だから、外国籍4枚目来たから、新岡さんが。そういうこと。実際はここに LJ ピークがいないっていう話です、ね。いないっていう。私もヒースがいないです。そうかそうかそうか。ここに。でさ、どうやったらいい？選手取り直すわけでしょ。はい、そうですよ。これは後日ってことですね。これはここで一回終わる。FA に、はい、FA に放出して、はい、欲しい人は入札すればいいってこと？入札する。そういうことですね。で、あの、オン中にまでは縛りありましたけど、FA のそのスコア乗らない人は別に外国籍でも帰化でもご自由に取ってくださいという。ことですので、あ、これからは、まあ、はい、大丈夫。あ、でもその12名に入れちゃダメ。12名にはいるんです、うん、12名に入れちゃダメだけど、うん、余ってる FA 枠はご自由にお使いください、うん、その日本人を温存しといても外国籍を温存しといても大丈夫です。ここには、うん、なるほど、ね、手元で変えれるってことですね。そうです。変えれます。で、またでも失敗すると間違ってやっちゃうと大変なことなんで、外国籍を取る方はお気をつけて。いうことで、一応、機械が弾き出した1位、ヒルケンさん、962ポイント。わ、ガチ。新岡さん、916点、マイナス LJ ピーク。3位、私、大芝、899点。4位、ナギサンダス、898、引く、ジョーダン・ヒース。ヒース。5位、ズボンさん、え、これ、ズボンさんでしょ？そうです。負けまくったのに、ここにいるんだ、890チーム。いいですね。そして6位、太田敦也選手、878ポイント。7位、慎太郎さん、872ポイント。そして、大西洋さん、夢枠を、最終的に夢枠を追い始めた。若手を囲いました、若手を。次、あれか、あれかな？スタッツ別ランキングですね。はい、スタッツ別は一応予想だと、フィールドゴールメイドはヒルケンさん、フィールドゴールパーは私、フリースローメイドはヒルケンさん、お、フリースローパー、太田選手。あ、すごい。上がってる。あ、ここで抜かれた。スリーポイントメイドがヒルケンさん、スリーポイント率私、オフェンスリバウンド私、トータルリバウンド私、リバウンド弱アシストヒルケンさん、私もリバウンドやばい。スティール私、ブロック私、ATO 新岡さん。おそして、トリプルダブル大西さん。ここで来た。もう夢枠ですな、はい、夢。毎週3回できるからね。すごい。1回あるね、勝つと思う、ね。そして、ヒルケンさんがポイントも1位と。うん、すごい。ということです。ありがとうございました。ですね、この、ダブドリリーグの模様なんですが、まずはこちらのご覧のチャンネル、バスケットボールダイナーにて、ズボンさん、慎太郎さん、なぎささんが B リーグダイナーの内にて、週一結果を報告してくれます。また、ポッドキャストの方、私とひるきさんでやってます。トラストーキングセオリーでも毎週結果を追っていくつもりです。またね、ちょっとプレイオフ決まったりとか、はい、まあ結果出たりしたら、ちょっとみんなで YouTube 配信なんかも楽しいかなと、毎週はめんどくさいんで考えておりますので。理由がめんどくさいっていうのは大丈夫ですよ。集まるのが大変とか、ね。集まるのが大変とかね。みんな、皆さんお忙しいのでとかね。そうです、そうです。めんどくさいわ、ちょっと。スノスでした。スでした。スノスでした。ですね。なんか今言おうとして、バスケットカウントさ ん, ん, そうんです。バスケットカウントさんね、もう皆さん読んだことあるかもしれませんが、なんとすでにズボンさんと慎太郎さんが記事を書いてらっしゃいます。どんな記事といった遊び方の紹介記事ということで、お二人よろしいですか？そうですね。今のところそうですね。はい。はい。で、この後はこの結果を、はい、やっていきます。はい、あ、
ズボンさんと慎太郎さんが我々のリーグの結果も追ってくれると。結果となんか注目選手とか、なんかこう伸びた選手とか、なんかそういうのいろいろ交えて、まあ総合的に包括的に書いていこうかなと思ってます。はい。はい、ということで、毎週、カウントさんにも記事が載るというので、ぜひぜひね、せっかくもうこの配信を見ちゃったという方はね、乗りかかった船ですから、リーグの行方、最後までご覧になっていただければと思います。はい。はい、というわけで、ちょっとじゃあ、ゲスト3人にね、一言ずついただきましょう、感想。まずはじゃあひゆきさんお願いしていいですか。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。競合が、あったりなんだったりと白熱したドラフト会議で楽しかったです。一回も競合してなかったですよ。一回しました。私とニックの取り合い。一番取りたい選手が取れたんで、もう大満足でございます。もちろん、こういったファンタジーであったりとかポッドキャストであったりみんな様々な媒体で活躍されていると思いますけれども、試合だけじゃなくていろんなバスケットボールの楽しみ方があるという点で、皆さんもぜひぜひ参加していただいたり、あとは僕らのこのファンタジーリーグの、ダブドリリーグですねの、行く末も見守っていただけたらなというふうに思います。どんどん、このアプリであったりダブドリをどんどん、盛り上げて、日本一働きたくないゼネラルマネージャーの私が仕事を辞めれるように皆さんご協力ありがとうございました。じゃあ続きまして新岡さんお願いします。はい、実は当初の予定では僕も大西さんのようにちょっと若手にフォーカスするような、おー、そうだそうだ、はい、行きたかったんですよ。もしくはちょっと B2 の選手とかをねこうよりフックアップしていこうなんて思ってたんですけど、だんだん結果というかこうランキング形式になってけばなってくほどあくそってなってきて、だんだん結果的になんかもうそんな自分を見失ったことが悔しいと思うぐらい完結してしまったっていう。でもバスケこのアングルでもこんな白熱できんだなっていう、またこうずっとバスケをこう楽しんでいた自分なんですけども、よりこうまた違うアングルでまた楽しみをこう発見できたなと、また再発見できました。なんでいろんな関わり方、またまあひるきさんみたいな関わり方もありますし、僕みたいな関わり方もありますし、ちょっとこう、まあ、ファンの皆さんもねいろんな楽しみ方あるよっていうのをよりこう共有できたらなと思っております。でこれからもしていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして大鳥、現役から水道線、そして今ね、職場からの配信ということで、はい、長時間ありがとうございました。大鳥選手、お願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。結構ガチで考えてきてたんですけど。わかります。はい、順位的には6位とかだったんで、まあもうちょっと勉強してってのもおかしいな。でもこれからがありますからね。これからここからどうなるか分かんないっていう楽しみ方もありますし、まあ、あとは目標としては自分自身がもっとトップのポイントを持っていけるように、うん、試合で活躍できたらなってちょっとやってて思ったので、まあ見てる人たちもそうなんですけど、選手の人たちもぜひやって、なんかこういうのを目標とかの一つにしてもらえたらなってちょっとは思いました。選手内で流行ったら面白いですね。面白いですね。なんかそれでなんだろう、目標の一つとしてやってもいいですし、なんかただモチベーションの一つともなると思うので、まあ、すごくいいゲームだったんじゃないかなと思うので、続けてみようかなと思います。続けてみようかな。ぜひ続けてください。影武者ではなく太田さんに、ね、ぜひやっていただけたら。続けてみようかな。太田選手リアルで活躍すればするほど慎太郎さんのチームが強くなっていくっていう複雑な心境になりますけど、僕ちょっと思ったんですけど、次の3連戦から、はい、太田敦也絶対パスしねえじゃねえか、全部シュートしねえか、プレースタイル変わってるかもしれないです。お怪我だけは何とぞ、お怪我だけは何とぞ。大丈夫、したくてもできないんです僕。はい、はい、という
というわけで、1時間、1時間半、そうですよね。1時間半にわたる配信、お疲れ様でした。そして、ご視聴いただいた皆さんもありがとうございます。先ほど申しました媒体にて発信していく予定ですので、今後もダブドリリーグ、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニック。結局、ビアー。